寒い。お家ですか？って違います。レッスンです。寒い。まあ、動いたらすぐ暑くなるからあれなんだけれどもさ。さあ、本番のテレビありがたいするのって。あ、ね。大丈夫かな。そう。ねえ。そうだよね、あれ。59枚目のね、シングル発売。すごい。え、なんかツイッター見ててさ。そう、ちょうど音式をさ、お仕事しててさ、収録。そう、で、お昼過ぎとかに終わって。そう、他のメンバーとかとも一緒にいてんけどさ、その時。え？って、そう、ツイッターで思ってさ。ね、何時からやっけ？見れんのかな？何時からやったっけ？1時過ぎとかやったっけ？何時からやったっけ？あ、1時過ぎか。なんかギリお家ついてないような気もすんねんな、その時間。どうなんだろう、わかんない。わかんないけどさ。これこの言葉知ってる、なんかし。わかんないけどさ。これ1週間ぐらいこのわかんないけどさって言ってた気がする。そんなに遅いのかって。そう、最近大西ね、いつも夜遅いんだ。そう、ドラマ AKB 風ってるのだ、提案しますかってね。それなーに、おいしいだぞ。それなーに、マチャリンが話してた。それ歌をドラマ化するみたいになってね、ドラマ化したい。ドラマ化したい。もしあの曲いいと思う。あの曲でドラマ作ってほしい。抱きしめちゃいけない、絶対かわいい。あとそばかすのキスとかもかわいい。うん、その辺ドラマ化してほしいな。メンバーも提案できるだし、そうなん、伝えといて、じゃあ。お主の代わりに伝えといてくれてもいいや。うん、そばかすのキスと抱きしめちゃいけない。でも抱きしめちゃいけないさ、もともとメンバー人気高いからさ、ストーリー性あるから。ん？あらすじを全部考えて提案するみたいよね。で、そのまんまやで。抱きしめちゃいけない、川沿いの土手の上を自転車を押しながら歩いてて、夕日が沈んでて、でも帰りたくないからゆっくり歩いて帰ってんね。そう。一
人一曲ストーリーを考えて提案、ツイッターで投票して決めるみたいで、ツイッター投票か、じゃあ無理だな。いやでも何の曲がなっても絶対面白いよね。あれは軽蔑していた愛情。AKB の中で軽蔑していた愛情大好きなんですよ。あれドラマ化したらどうなんねやろな。ね。軽蔑していた愛情。何の曲がいいの？その3つかな。あと何がある？考えたら無言になる。あれは花は波を思いて静かに咲くのだろう。あれどういう歌詞やったっけ。語ることもなく風の中でそれまでの季節でうん、あれも好き。ごめんねって君を好きになっちゃって Do it, do it, do it 迷惑だったよね Baby, baby も、あれ歌詞の内容好き。気を使わないで Do it, do it, do itうん、何の曲になるんだろうね、楽しみ。眠い。今とても眠い。早かったのって、朝はね別にそんな早くないんですよ。8時起きとか最近は8時9時なんですけど、夜が遅くてね。眠いの。うん、昨日寝たの4時だったのに眠い。うん、眠いね。でもちょっとこの後ねレッスンまで時間があるので30分ぐらい寝れるんじゃないかな。ちょっと30分ぐらい仮眠してからリハーサルする。ゆっくり休んでてありがとう。ご飯パパッと食べて仮眠するわ。タンもらってきた今日。
朝の現場でそれがねまだあるからね、パン食べるんだ。今日いつもより若く見えるって、前髪ちゃう？前髪今浮いてるから多分。そう、ピン。切ってはないって、あ、海カノの日に切ったかな。海カノ JK っていうか前髪伸ばしててんけどさ、おいしい。でも海カノが、海カノのビジュアルがさ、前髪合っちゃってさ、ダメだと思って、そう、海カノやってる前に切ったかな。うん、そうなのよ。うー、お腹すいたー。眠いね眠いしか言ってない。眠いね。パンだけで足りるんかしら。でもここ来る途中にあれ食べた、たい焼きそう、お腹すいちゃって、たい焼きの匂いにつられてたい焼きを買ってしまったよ。本日はお今のやつ、そう、うん、うう食事も睡眠も頑張ってね、頑張るわ。とりあえず明日明後日がまたバタバタが激しいから、うん、わ、寒いけど抹茶ソフトクリーム食べましたっていいな。上西もさ、アイス食べたいと思ってたの。そう、アイス食べたいと思ってて、でも多分レッスン場にあったのよ、まあ、差し入れでいただいて、それ食べようって思っててんけど、たい焼き食べちゃったからやめようと思ってやめたの嘘、えらい、やめたんです。あったかいお茶にしとこうと思って、そう、あったかいお茶にした。そう、うん、何のアイスが一番好きって、チョコと抹茶、からコンビニとかで買うならチョコとか抹茶とかかも。でもなんかさ、ジェラート屋さんみたいなあるじゃん、あれはね、ほうじ茶と抹茶とかそう、前ヌマハモルーマーのね MV 撮影の時ジェラート屋さん行って、そう、ほうじ茶アイスと抹茶アイスを食べて、そう、ジェラートめっちゃ美味しかった。そう、ほうじ茶いまいちって言ってなかったって。ほうじ茶ラテは好きじゃない嘘、ほうじ茶ラテは美味しくなくない。いや、美味しいとは思うんですけど、お店はあんま合わなくてそう、私お店はあんま苦手なんですよね。でもほうじ茶アイスは好きだし、ほうじ茶そのものも好き。ほうじ茶ラテだけがあんまり好きじゃないんですよね、ちょっと苦手なんで。そう、ラテがダメなんかなって、
なんやろね、なんかちょっと苦手なんですよね。ミルク入ってくると嫌なんて、いやそういうわけでもないのよ。なんかさ、それこそさ、タピオカがすごい流行ってた時期にさ、そうタピオカ屋さん行って、お店はタピオカよりあの戦争ゼリーっていうね、タピオカの代わりにゼリーを入れて飲んでたんですよ。でその時大体頼んでたのがなんかウーロン茶ミルクティーみたいなっていうのが美味しくて、それからその飲み物をよく飲んでたんですけど、そうだから別にそのお茶系にミルクが入ってるから美味しくないってわけじゃなくて、なんかほうじ茶ラテだけちょっとなんか苦手なんですよね。そう、そうなんですよ。懐かしいよね。何ゼリーって、戦争ゼリー、そう知ってるかい、戦争ゼリーって、そうこの感じ、この感じ、今みんなが書いてくれてる、そうこの戦争ゼリーって、そうそう、苦いの？って苦くない、普通にゼリー。なんかタピオカってさ、ちょっと噛まんなあかんやん、顎疲れるやんあれってだからいいやつかよみんな、なんだよ、いいやつかよ。ありがとう、本当に半までやったら終わってご飯食べてちょっと寝る。うん。まだ月曜日だから無理しない方がいいよって。そっか、月曜日なの今日。月曜日は無理しない方がいい？スタートダッシュに張り切りすぎてもあれ？頑張りすぎやん方がいいで、みんな。実は明後日は祝日なんやでて。明後日って何日？23？王子様の誕生日？
そっか。うん、そっか。23か、23か、おめでとうございますだね。ちなみに大西のママ明日誕生日やで。そう、そう、ママの誕生日2月22日ママの誕生日ということ。はさうさ、ん、2が多めですねって、そう、あ、ほんまや、2022年の2月22日やて、2やん全部。すごっ、年の誕生日はじゃあちょっと特別だね。2がいっぱいってね、ママの一番好きな数字2やで、にゃんにゃんにゃんで猫の日だよってね。え、猫の日、猫に合わせてくれ、おにしも猫に会いたい、とっても会いたい、久しぶりに帰りたいなあ。なら言ってもね、この間でも言うて9月に帰ったもんね。帰ったっていうかお仕事したいんだけどさ、まだ。そう、それの去年2回帰ったんですよ、どっかで。9月と11月みたいな、なんかどっちもお仕事で帰ってんけど、そう、前乗りした日に、そう、これあんま場所言わん方がいいかな、あの、まあ、お店行ったのよ。そう、ほんだらね、高校の時の同級生の子とさ会ってさ、久しぶりに、そう、めちゃめちゃ懐かしい気分になった。そう、おーって、そう、なんかさ、やっぱ同級生の子とかとさ会うとさ、あ、なんかテンション上がるね。うん、地元あるあるかなって。どう、地元あるある、おーってなる、おーってなるか。ずっと地元にいててもおーってなりそう、おいしい。ねえ、さっき地元の友達と散歩行ってきてて、いいなぁ、寒ない？今いいなぁと思ったけど、大西、今の時期散歩？寒ない？大西、家で極力過ごしたいよね、今日寒いよね、めっちゃ。お昼はあったかかったけど、
やっぱ夜は寒いんだよね。いやいいね、やっぱり朝10分の幸せありがとう。やっぱりさ、そういう何気ない日々のさ、そういうのがね、ほんといいんだよね。なんか思った、大西も。あいてててててて、なんかさ、人生のさ、その何気ないさことだったりさ、瞬間だったりさ、時間がさ、一生の宝物っていうさ、なんかそういうのをよく聞くじゃない。なるほどねって思うね。いやほんとそうなのよ。今のこの現状がさ、ずっと続けばいいなって本当に思うんだよな。ねえ、本当に。なんか昨日と一昨日海かの朗読劇やってたから、なんかなおさら思うんやろうけどさ、マジもう今のままでずっといたい。いやもっとさ、それこそマスクを外せるさ時代になってほしいとかさ、そういうのはもちろんあるけどさ、でもなんかね、ほんと人生なんて何があるかほんと分かんないんだからねっていうねあれよ。じゃあご飯食べて寝るわって言おうと思ったけど、すごい幽霊に関して幽霊信じるか。幽霊信じてるもん西は。うん、私は幽霊信じてる。ありがとう、質問してくれて。ありがとう。じゃあじゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。ではいきますよ。いきます。1位ケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が、カエラさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がカメさん、ありがとうございます。これ何立ってんやろうと思ってた。よくよく見たらタワーが凝ってるのね。これ何やろうなって思ってた。1位の方かな。何これ、氷漬けの、氷漬けのギフトが今は多いんだね。なんか、あ、1位の方だ、ありがとう。バラも凍ってる。なんで？寒いから？よし。じゃあ、あ、違なかったか。よし、じゃあ読みまーす。ケイジアットマーク海かのももフォーエバーさん、ケイジさん、ケイジさん、ケイジさん、タワーありがとうございます。ありがとう。氷付けバージョン。ありがとう。イエイ。ありがとうございます。
瞬氷漬けタワー言おうと思ったけど、氷漬けタワーってなんだ。ありがとう本当に皆さん、ハートも凍ってるものもありがとう。眠いね。よし、ご飯食べてくるわ。よし。眠いとさ、あれなんだよね、動きがスローモーションになっちゃうんだよね。一旦ご飯食べてくるわ先に。じゃあ、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆さん本当にありがとうございました。バイバイ。レッスン頑張ってきます。じゃあねー、バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。